チョークアウトラインの例チョークアウトラインとは、犯罪現場において、チョークで被害者や証拠品などを囲い、その位置を一時的に書き記しておくための線のことである。現場の当時の状況を視覚化し、検証の助けにもなる。近年では、現場保存のためほとんどこの方法を扱われることは、なくなった。しかしながら、大衆文化において、ある種のお決まりとして引用され続けている。 古くからは白もしくは明るい黄色のチョークが使われているがペンキやテープが使われることもある。被害者の場合は検視の後その遺体が現場から移送される前にその輪郭に沿って書き記される。チョークアウトラインの多くは体の大まかなポーズを囲うのみで手や足の向きといった詳細までは記録されない。かつて白のチョークアウトラインは 警察ややわせた新聞カメラマン自身によって書かれており、現場検証を目的としていなかった。むしろ、グロデスクな死体を写すことなくその現場写真を報道するために使われていた。現在も、なお、現場検証において公式な手順ではないにもかかわらず、時折知識不足の調査員が、チョークアートラインを書いてしまうことがある。現場保存を妨げることになる。 そういった調査員のことを英語圏ではチョークの要請と呼ぶこともある。重要な位置を記す場合、チョークの代わりに小さなマーカーや旗、数字の書かれたカードが置かれることがある。ありがとうございます。